6番のボンノフです。チャンスをつかんだ西ドイツ、よく弾いた、おっと飛び込んでヘディング決まりました。先制ゴールは7番のアブラムチ、ヘディングシュートを決めました。先制の1点であります。シュートも素晴らしかったし、その後に反応したアブラムチっていいですね。そうですね、早い動きでしたね、はい、そうですね。新鋭22歳のアブラムチック、素晴らしい飛び込みです。蹴った後を見ていただきたいと思いますね、はい、これ誰が反応しているか、ドイツが2人反応してますね。そうでしたね。ですからほとんどオランダのラインは反応してないんですね。やはりサッカーに対する知識のレベルの高さですね。そうですね、さてオランダがボールを展開していきます。ここでハーンです。ダイレクトにシュートを狙って決まった、決まりました。1対1の同点であります。9番のハーンのシュート、本人もびっくりしてんじゃないですか。そうですね、驚いたですね。25メーターぐらいありましたでしょうか。ありますね、この右手、そして右足で、これねキーパーブラインドですよ。あ、そうですね、はい、5番のカルツですね、カルツが出てました、はい、あの辺はあのバックとしては不用意なポジショニングですね。あ、そうですか。これあのこういったポジションの上手いのはやっぱブラジルの選手ですね。あ、はい、です。今みたいにガッと動いたところに3人ぐらい固まられたと。そうですね、西ドイツチャンスを迎えたとヘディングで入った、入りました。ヘディングシュートであります。西ドイツディーター・ミューラーがヘディング、2対1としました。ほんのわずかなチャンスを得点につなげました西ドイツ、うん、これでフリーキックから、はい、うん、ここでベールですね。ベールですか。ベールがボールを高く浮かしました。そしてここにリーター・ミラーがいました。いい角度に決まりました、ね、ご覧になってください。3対1ですからね、はい、あそこで。そうですね、結果的にはもう誰もあそこで競れなかった、まあ、点を取られていますが、さすがに歴戦の強者マイヤーの素晴らしい守備であります。さてここでまたオランダです。チャンスを迎えた、チャンスを迎えた、オランダ攻め込む、シュートは入った、入りました。2対2の同点です。10番のルネ・ケルクホフ、これはしかし見事にやられましたね。そうですね、はい、同点に追いつきました。ここでね、はい、だってこぼれるんですよね、はい、これを拾ってこれスルーパス1点トラップして、そうですね、これスルーパスなんですよね、はい、そしてここで飛び込んでいったのが誰かですよね、はい、これが一番悪ですね、はい、なるほど、はい、結局ねあそこで振られちゃダメですよね。ですから狭い方の角度で、勝負しないといかんのですよね、